市立、夏の高校野球、興南高校対市立船橋高校、今興南5対市立船橋3で、2点、負けてる状態ですが、これから8回の裏の市立船橋の反撃に入るところです。2点差ですので十分反撃可能な範囲です。さて、市立船橋の8回の裏、市立船橋高校の攻撃は3番センター森本哲太君。Thank you.
同点です。休憩を取ったみたいです。浅野大輝君が、一の花吹奏楽部員の浅野大輝君が作り、若くて亡くなられたけど、その意思はこの甲子園に受け継がれて、後輩の吹奏楽部員たちが歌い、野球部員、そしてチアが動いております。西船ソウル、浅野大輝君の意思は、ぜひこの三塁ランナーの逆転にくれることを願っております。アウトですが2、3塁です。この3塁ランナーがホームに帰れば逆転です。